はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。遠征騎士でシャルルです。さあ本日なんですが、遠征騎士久しぶりに持ってきました。いや、めちゃくちゃ久しぶりですね、遠征騎士使うの。まあ、シャルル大帝っていうね、新規モンスターが追加されたんで使っていきましょう。このモンスターね、マジかっこいいですか、イラスト。イラストあとマジ高いでしょ。まあ、遠征騎士全部かっこいいんだけどね。イケメンがめっちゃ多いんだけど、僕と違って、やかましいわ。で、これ、どういうカードかっていうと、装備カードを装備しているレベル9の、遠征騎士でシャルル1体っていうね、条件で。まあ、リンク1なんだけど、まあ、要は、まず行ったシャルルを出さなければならないと。で、シャルルに装備カードを装備しなければならないということで、まあ、いろいろ出し方あるんだけどね。で、リンク1。で、リンク召喚に成功したら、シャルルを対象にとって、そいつのカード名と効果コピーしますと。いう効果があって、さらに500ポイントアップの装備カードでシャルル装備するという感じです。だから、まあ、シャルル大帝はシャルルになれるってことですね、効果と名前が。で、さらに2番目の固有効果で魔法トラップカードが発動すると装備カードを墓地を送って、その発動を無効にして破壊するという効果がありますので、だから魔法トラップカードが無効にできるシャルルが立つみたいなイメージでいいです。はい。で、これまあ一旦に結構2体くらいは結構出るんですよ。で、シャルル大帝自体が2番の方が名称しての対地がありませんので、まあ、一応2体出せば 2回魔法トラップカード無効にできるということで結構強いんですね。まあ、一応シャルルの1番目のその、効果、これはまあ名称しての対地があるので、まあ、ダメなんですけども、2番は名称して対地ないから何回でも使える。で、展開がですね、今まではですね、遠征騎士ってマジでむずくて、展開がなんかね、ハリラドンとかしてたんだよね昔なんですけども、新規カードでリッチャルデッドとかこのテュルパンとか、テュルパンどこや、テュルパンとか、あとそれからこの、アンジェリカっていうモンスターが来たことによって、イゾルデオア、レベル5シンクロができれば、動けるようになりました。妨害が立てられるようになりました。イゾルデギミックを、立てるために今回は一応エクスパラディンっていうね、炎属性、の戦術モンスター、これレベル4だったらめっちゃ強かったけどな、これエクスパラディンと、あと、レベル5シンクロできるギミック、例えばなんかオリビエがレベル4中なんだけど、オリビエとなんかリナルドとか、あとまあトゥルパンとリッチャルデッドとか、なんかそういういろんな組み合わせがあってさ、組み合わせ書道が。ちなみに一番書道はね、イゾルデを成立させる反動であれば一番書道 にはなります。一応だから例えばエクスパラディンとか増援とか、この辺か、あとまあ組み合わせでリナルドとなんか戦士族炎属性みたいなのでもいいし、はい、まあ、なんかいろんな組み合わせで一応ね、動けるって感じですね。で、ディアベルスターが入ってるのはなんでかっていうと、貫通力を付与するためですね。デッキの中に。結局やっぱイゾルデの、マストカウンターが分かりやすくて、このデッキ。イゾルデのやっぱカウンターっていうのがかなり重いんですね。イゾルデに対する無限保養であるとか、あとなんか、その装備カードを送ってリクルートする効果にうららとか、なんか、そういう効果、マストカードが分かりやすくて、そういう時にどうやって貫通していくかって話なのね。で、その時にディアベレスターは結構優秀で、ディアベレスターでこの現在法スネークアイからレベル1のチューナー、例えば、リッチャルデッドであるとか、あと、まあ、リナルドを特殊召喚して、非チューナー用意するとかね、こういう動き、これをしていくことによって、相手のがに打たれた誘発を貫通していけるというところがあって、ディアベルスターが入ってます。で、一応ですね、龍剣士を入れると、めちゃくちゃその盤面は強くなるんですよ。正直妨害数もなんか2個ぐらい伸びるし、めちゃくちゃ強くはなるんですけど、龍剣士入れるとね、メインデッキの枠がかなり圧迫されて、イグナイトギミック使うんだけど、そうするとやっぱ手札に発が入れにくくなるんだよね。なんか無限保養でやるとか、まあ、ドローバークローとか、なんかほんとゾウジとウララぐらいしか入れられないみたいな枠になっちゃうんだよ。だからちょっと今回はちょっと龍剣士なしで、まあ、龍剣士なしも全然動けるんで、龍剣士なしで普通にそのイゾルデか、またはそのディアベルスターで貫通していくみたいなイメージでデッキ組んでます。はい。まあちょっとね、妨害自体はねめっちゃ強いから、作り方よかったら見てください、最後まで。はい、行きましょう、デュエルスタン。はい、どうも皆さんおはようございます、研修中の龍です。ですね、またちょっと声が録音の機材のなんかミスで取れておりませんでしたので、後付けで、声を入れております。黒魔女ディアベルスターの効果によって、黒魔女ディアベルスターが父がでかすぎて特殊感で、効果発動。これね、ディアベルスターはめちゃくちゃやっぱ相性が良くて、なんか相手の誘発を食らってくれるっていうところと、あと貫通する絵札にもなるということで手数が増えるんですね。はい、これがね非常に強いところでございますね。でこれでまあちょっとディアベルスター1枚からは動けません、このデッキは。なんでかっていうと、イゾルデを成立させなければいけないので、基本的に
なんで1枚からはちょっと無理なんだけど、まあ一応ね、なんかその相手の誘発をチェックするとかできるから、で財宝狩り仲間の効果使って、でこれでね一応ね誘発ケアを引きたかったんですけど、これ一応摩擦し引きましたんで、まあこっからね、あの相手の、まあ、誘発をケアしていきたいといったところで、チューンナイトの効果装備解除して特殊召喚、ほいで、ねイゾルデーが成立すると一応動けるデッキになってるんですけど、イゾルデーの妨害がめちゃくちゃ重いんですよ。でイゾルデー出しましたと、でイゾルデー効果発動します。でここ相手無限保養、これ一見結構辛そうに見えるんですよ。はい、ここへのうららはね貫通できます。ちなみにあの無限保養1枚しか入れてなくて、この時無殺の指名者意味なかったです引いてたから無限保養で、もう一回イゾルデを出すというね、あのアルティメット貫通ムーブをしていきます。でイゾルデの素材にイゾルデを出すと、えってなるね。でイゾルデの効果、装備カードを墓地に送って、特殊召喚と。でリッチャルデッドはちなみに1枚しか入ってなくて、リッチャルデッドでレベル4のモンスターを蘇生してるみたいな動きは、今回ちょっとできない、まあ、レベル4が絡んでねえかそもそも、っていう動きはできないんですけども、イゾルデの効果使いまして、装備カードを1枚落としまして、アルマスを墓地に送り、なんだっけ、リナルド、特殊召喚していくと。でリナルドの効果発動して自分の墓地から、装備魔法を回収していく。で、デュランダル発動してデュランダルの効果、デッキから、戦意速、炎属性のモンスターを持ってこれますんで、これで、トゥルパンを持ってくる。で、リッチャレットの効果で自分を除外するとトゥルパンがチューナー扱いで出せるんで、これでレベル5のシンクロ召喚を行っていくって感じですね。はいね、すごいっしょ。これイゾルデダブルイゾルデで貫通っていう。でアンジェリカの効果、博物館持ってきて、で博物館を発動で、博物館の効果で、また装備魔法を持ってくることができる。1200ライフ払ってね、まあ結構でかいんだけどコストは。でまあアリマスが確か持ってたから、これジョアユーズ持ってきて、でアンジェリカを、対象に取るという必要があって、これアンジェリカの、に装備するっていう効果使うと、アンジェリカの効果で自分を除外して、なんかローランモンスターを出しながら炎属性戦士墓地を送って、なんか変身みたいな、超速しいみたいなことができるね。はい、で、アリマスを、装備カードが存在しているモンスターがいると、トゥルパンが墓地から蘇るという効果がありまして、これで特殊召喚で、レベル9の、シャルルですね。いきましょう、イケメン、アルティメットイケメン、遠征騎士でシャルルをシンクロ召喚。アルマスの効果、自分の墓地から、最速モンスター炎属性を回収で、これでゴッドフェニックスキアフリードを回収していく。そして、ローランの効果、シャルルに装備で、装備カードを装備しているローラン、ローランか、ローランじゃない、シャルルか、シャルルを1体でリンク召喚して、これが新しいモンスターシャルル大帝爆弾効果発動。シャルル大帝はシャルルを装備することができるぜ。そしてシャルル大帝は効果コピーしてます。効果名とあのテキスト名、効果名じゃない、効果とテキスト名をコピーしてます。なんで今遠征してシャルルになってます、シャルル大帝は。で、博物館の効果で装備されている炎属性戦士を前に出すという効果がありまして、でジョアユーズを さらに装備して、これちなみにターン1制限特にないんですよ。シャルル大帝の効果コピーするみたいな効果は特に単一制限がなくて、だから出したら出しただけなんかその出せるみたいな感じありますね。でリナルドを回収して、まあ、一応シャルル2体出そうと思ったんだけど、なんかバロネスの方が強いなってなって、なんでも無効できるから、でこれバロネスを出しました。リナルド回収してね、ジョアユーズで、でゴッドベンズキアフレートの効果で装備カードをゲームから除外することによって自分を特殊召喚で、これでエンドフェイズに、シャルルの効果名をコピーしたシャルル大帝が、めちゃくちゃいっぱい効果発動できるんですけど、これをすることによって、装備カードを供給できるんでね、デュランダルを装備し、デッキから炎属性戦士モンスターを装備、まあ、一応オリビエで対象耐性を付与で、アンジェリカ戻ってくると、まあ、時間がないとまあ一応ね、イゾルデに向こう撃たれたけど、無限保養撃たれたけど、まあ、貫通できるよと。で相手に双剣でした、双剣増えそうだよね。なんかあのストラクチャーがさ、何初心者応援キャンペーン的な感じで出てくるから、まあ、とりあえずね、流走剣剣とかもう全然スルーして、でバクヤの効果を無効にすればいいから結局ね。で見せてビシタ見せる、でバロネスの効果先に使って無効にして破壊しました。無効にして破壊するね必要があるんで、
双剣はトークンとか出てくるのめんどくさいからね。で一応ビシュダがいると、でビシュダを特殊召喚されるとちょっとめんどくさいなというところがありましたので、ここでローランを装備しまして、相手のカードを選んで破壊するという動きをしていきます。でシャルル対帝かっこ遠征騎士でシャルルの効果で天元の流輪発動で、これリリースで原流族モンスターサーチできるよみたいな効果なんですけども、まあこれサーチしたところで別になんか大丈夫かなと思ったので、ここ無効にしないでスルーしました。サーチされてもね、なんかそんなに関係ないかなと思ったんで、手数的に、はい、で魔法トラップカード1回無効にできるっていうのと、今、モンスター効果1回無効にできるって感じですね。まだ妨害が2個残ってる感じで、無限保養もあるんでだいぶ強いですね。でアシュナ効果、まあ、これはまあ普通にもう無効にしていいかなと思ったので、装備カードを墓地を送ることによって相手のモンスター効果を無効にしていきます。強いっすねこれマジで、こんだけボールあったらまあ大体負けないっしょみたいなとこあるね。で、相手では2枚、まあ、これで龍炎かとかから動かれても無限保養とかあるから、まあ多分大丈夫な、出てきたモンスターに無限保養打てばみたいな。ちなみに残り8秒でした、危ないですねあまりにも危ないで相手の伏せレッドリボットでしたね。無限保養は無効にできたんだ相手で、バトルフェイズ聖騎士こんな感じでめちゃくちゃ妨害力はあるんで、ちょっと貫通力が若干なんか不安定というか、まあ一番白とかないからあれだけど、めちゃくちゃ強くはなってるんで、よかったら使ってみてください皆さんも。遠征騎士ってイラストアドすごすぎてさ、それだけで組む価値あるんだよねっていうね話をしたい。まあドローフェイズ、ちなみに財宝買いの悪魔打った方がいいです、ドローバケアするためにね。ドローバってドローフェイズにしか打てないから、ああドローフェイズ以外じゃないといけない、打てないから、はい、まあ、ドローバケアをするんだったら財宝狩りの悪魔を速攻ドローフェイズに打つことをお勧めしますね。で増獣を裏でケアしました、まあケアっていうか、まあ、引いてただけみたいな話あるけど、で 大聖剣博物館の効果で、デュランダルを回収で、ディアベルサーの効果、これねまあどれ捨てるか迷ったんだけど、チューナイトにしました。はい、まあ召喚するのはどっちでも同じだなと思ったんで、ローランは最悪召喚しなくていけるなと思ったんで、でね結局ね一枚書道が一応イゾルで成立する札だったら一枚書道と言えるんだけど、一枚書道でイゾルで成立する札って貫通力ないじゃないですか、あんまり。なんかエクスパラディン、からイゾルで成立した時にイゾルデに無効打たれるとかがあるのでね、なのでなんかディアベルスターを使ってなんかその辺をうまいことね貫通していければまあいいのかなというところで、今回構築をしているんですが、ディアベルスターを入れたからといってディアベルスターが一番白になっているわけじゃないので、まあ、貫通弾やってるイメージですかね。はい、レベル1の戦術モンスター特殊ができたり、あと相手の誘発食らってくれたりするんで、はい、結構ね財宝狩りからの、まあ、現財宝スネークアイとかにウララとか打ってくれる人多いんでね、無限保養とかで消化騎士エクスパラディンを手札に加えます。まあ、これはね後で捨てるのでなんかあんま何でも関係ないかなっていうところあるんですけども、でイゾルデの効果、装備魔法カードを1枚墓地に送ることによって、デッキからリナルディングを特殊召喚でリナルド効果、装備魔法を、1枚墓地から回収していく。リッチャルデッドをリクルートしてるとリッチャルデッドで手札 の戦術モンスター出せるんで、なんかねなんだかんだなんとかなるんですよ結構。はい、それが強いところですね。はい、でリッチャルデッド、の効果でオリビエ出してもいいし、こうやって手札から出してもいい。まあ、今回リッチャルデッド、いるからリッチャルデッド使ってはったんですよね。で、オリビエと、イゾルデでトガ姫でトガちゃんね、これ強いんだよね。これトガちゃんさやっぱ相性良くてこの属性なんで、このテーマなんかトガ姫いてもなんか無限に展開できるんで、これ炎属性なんですよ基本的に。聖騎士遠征騎士ってのはね、なんでもう全く問題ない。で、博物館を、もう1回、回収すると、なんと2回発動できるから。で、オリビエの効果を使いまして、一旦アンジェリカに装備しますよって言うと、アンジェリカが対象取られて、うわ、びっくりしたって言って、自分を除外すると、戦士族モンスターを墓地に送りながら、ローランを特殊召喚できるという効果がありまして、で、これ、テュルパンを墓地に送りなして、特殊召喚できると。で、装備魔法カードを装備して、ローランに。で、トゥルパンが装備カードを装備しているモンスターがいるので墓地から特殊召喚できるという効果で、レベル4のトゥルパンにレベル5のローランをチューニングし、シャルルのシフかっこいい。で、アルマスの効果、自分の墓地から戦術力を回収できるんで、これで、リナルドこれ回収していきます。
で、自分の、墓地のローランをシャルルに装備する。でそうすると、装備カードを装備しているモンスターができるんでね。あ、ちなみにシャルルの効果でトガ姫は墓地に送っておくって感じですね。で、シャルル大帝を出し、で大帝効果シャルルを装備し、で、博物館の効果で前に出す、装備して前に出す、装備して前に出すみたいな感じです、イメージ的には。で、なんだっけ、博物館もう一回使って、で博物館の効果これ耐えちゃいですよ。1番も2番も名称指定の、名称指定の耐え値がないという話ありまして、これがねめちゃくちゃに強い。で、もう一回アルマス装備して、でもう一回大抵出すとあ、ちなみに大抵の魔法トラップカード無効の効果は名称して耐えてないので、2番の効果は、何回でも使えるんですね。だから一応これ魔法トラップカード2回無効あります今。はい、でもう一回シャルル出すと、でリナルドがいるんで特殊召喚しまして、でここでバルネス出すと、こんな感じですね。 OK、 これ何でも無効1回、魔法トラップカードを2回無効にする、それからあと、あの装備カード装備されたらカード1枚破壊するという効果があって、フリーチェーンで装備するカードがあります。これでウララとかゾウジとか引きだったんですけど、なかったですね。でシャルルの、あ、ローランの効果、ローランの効果でこれでゴッドフェニックスギアフリード回収しておいて、で回収のターンのね、でシャルルの効果コピーしてるんで、装備魔法を装備しながらデッキから炎属性戦速を装備で、一応効果で破壊されないシャルルが爆弾で帰ってきますと。でこのアンジェリカは、トガ姫のコストになったりとかするんで結構強いですね。はい、まあなんだかんだめちゃくちゃ強い盤面になっています。今マホトラップカード2回無効ありますんで、相手のこれ楽印だと思うんですけど、楽印はマホトラップカード2回無効されると結構きついと思うんですよ言うて。はい、で一応アルバス召喚の効果とかは全部あのバロネスワで無効できるんで、まあさすがには強いかなっていう気がしますねこの盤面作れば。でしかもトガ姫の相手があのモンスター出してきたらそいつ破壊するみたいな効果もあるん でこれ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 一応ね、普通の遠征騎士って何でも無効ないからさ、これ無効できなかったりするんだけど、まあ、バロネスがいるんで今回は大丈夫と。バロネスとかとゴッドウィックスは出るからね、まあアルバス召喚で積んだりはしないかなっていう気がします。大体シャルル大帝だけだとこれで積むからシャルル大帝だけだとこれで積む。で開幕許すわけねえだろっつって、許すわけやねえだろうがっつって、シャルルを、使いまして、これ魔法トラップ無効の方の効果ですね。装備魔法を墓地送ることによって魔法トラップ無効にする。で相手の手札が2枚なんで、まあまあ大丈夫でしょさすがに。はい、でサロニール効果で僕のディアベルスターが除外されると、まあそれはいいでしょうということですね。で出てきました。オッケー。で、トガ姫の効果使いまして、アンジェリカとサロニールを爆破しますと。で、墓穴食らいました。オッケー。まあ、これ、墓穴はもうなんか、スルーでもいいぐらいだったんですけど、まあ、普通に、魔法トラップ無効にできるんで、これ無効にして、で、相手の墓地リソースないので、トガ姫ちゃん出てきて終わりです。最強。やっぱね、ちょっと使ってて思ったけど、やっぱ後手がちょっときついなっていう気はしましたね。はい、結局なんか手数そんなには出ないんですよね。一応大砲狩りからのディアベルスターみたいな黒い旋風2枚置かれて、ちなみにこれシムされてる時点でもう終わったなと思ってるんですけど終わったなと思ってるんですけど、はい、まあ、ちょっと若干やっぱその後手 の、まあ、勝率はどうしたって低くなっちゃうのはあるんですけど、結局さ後手の手数出すの結構難しいからね遠征騎士って。そんなに重ね引きして強いカードもなかなかないし、なんか一生イゾルデになんかその、妨害当てられると思うじゃ無理だからさ基本的には。なのでまあその辺はねちょっと残念な部分ではあるんですけども、まあ、ただ後手の勝率結構出るデッキってなんだよみたいな話あるから、まあ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 、いいんじゃないかなっていう気はしてます。それはしょうがないかなっていう気はしてます。はい、で星影のノートイングからの、シャマールムーブでなんかありえない展開がされていると。基本的にですねブラックウェザーは全部展開が通った場合はこれ今回旋風旋風シムーみたいなやばい動きされてるんですけど、これされた場合はですね大体 5,6 妨害ぐらいは先行いきますので、まあ、大体無理というね話なんですけど、これなんでこれ今回取り上げてるかというとね、知らん展開してきたんだよ、これ知らん展開してきたんでしょ、見てほしいんですよねこれ。はい、なんかみたいな展開してきたから、手札増やすぎだろ、手札増やすぎだろ。で加減のサルンガ
出てきて、ボレアース。ボレアースで、レベル操作。で、レベル1になりましたね。はい。で、1と4で5アクセルシンクロン。ってなるじゃん、これ。まず。んってなるね。アクセルシンクロン、ってなるね。で、ジェットシンクロン。蘇生します。あ、これエクストラデッキからはね、あの闇属性縛り入るんだけど、別にメインデッキとかウォッチとかその辺は入らないから、はい、で黒羽の旋風の効果でブラックフェザー、アサルトドラゴンが出てきた時に、蘇る幕のボレアースが、はい、でボレアース と、ノーティングで12シンクロ鬼丸ガンダチガンダチの鬼丸ガンガンダチの鬼丸で、なんかスモールワールドで謎の、カードサーチされて、でカード1枚セットされて、またまるブラックスインシャドウですね。で、アクセルシンクロの効果が一応メインフェーズ中になんかシンクロできるみたいな効果あるんですけど、はい、またとりあえずドローフェーズで財宝狩りの悪魔ぶち込んでいきます。ドロバケアでさあ、ディアベルスターを持ってきまして、まだ何してるかみたいな話あるんですけど、まあこれは互い違う聖剣でしょうね。で増殖する時打たれました、もう関係ねえ、もう行くしかねえっつって行くしかねえ、行くしかねえだろう。ティアベルスター特殊感、あれこれどうすんだっけな、多分聖杯の継承を捨てながら特殊召喚すると思うんだけども、おい、でディアベルスター特殊召喚されて効果発動します。血抜く効果で無効にされますと、はい、でアクセルシンクロの効果が発動しまして、相手のターンのメインフェーズ中にアクセルシンクロができますよと。てか何出てくるんだこれってなったんですけども、お察しの通り、はい光属性なんで本来は出せないはずなんですけど、相手のターンだと出せるみたいなね、そういうインチキ効果で、赤き竜の効果発動しまして、レベル12対象に取る、終わり。もうおもんないって、これおもんないわ、おもんない、マジでマジでおもんない、ほんまに。赤き竜売りたいのか知らんけど、カラメティが生きてる時点でおかしいからな、絶対に絶対におかしい絶対にいかれてるもん、はい赤き竜売りたいのか知らんけど、あ、皆さんあのカラミティは多分禁止になるからマジで生成しない方がいいですよ、本当に。今あでも結局禁止になるんだったら別に生成してから戻ってくるから、ポイント戻ってくるんだから生成してみたいな話あるな、うん、じゃあ生成しよう、みんな生成しよう。逆に言うと早くみんなに使ってもらってこのカード禁止にしてもらった方が個人的にはいいわ、うん、みんなでさカラミティ系しようぜ対戦ありがとうございました。